はい、どうもかげです。ドラフト括弧高卒のみでペナントをセースやっていきたいと思います。まあ、コメント欄見てたらできるだけ毎回ドラフトまで行ってほしいみたいな意見がまああったんですけど、まあ、できれば毎回行きたいんだけど毎回行くのはちょっとね厳しいんで、まあ、2回に1回ぐらいは必ずとは言えないけど、まあ、できるだけドラフトまで行けるようにねスムーズにちょっと進めたいと思います。まあ、ちょっと動画の分数は長くなるかもしれないけど、まあ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 できるだけ行きたいね、ドラフトまで。まあこれはゲームてかこの縛り的にドラフトが一番目玉みたいなとこあるからね。よし、じゃあとりあえず飛ばそう。トリマじゃあ飛ばしますか。トリマオールスターまで飛ばそう。オールスターもうそろそろ誰か選ばれそうだしね。よし、オールスターまで来ましたね。オールスターまでちょいちょい止めてね、まあ一応カットはしてると思うんだけど、いろいろ飛ばしながら選手も入れ替えながらやってきたら、ある選手が覚醒しました。それは棚橋選手。棚橋いいな、だいぶ強くなったよ。覚醒してコントロール B まで上がって3球種で全部3つあるからね。喧嘩量も総変9かで、防御率も2点台だしね。これはいいね。一発消そうが、次一発棚橋の一発消して背番号11番つけてんだ、棚橋。棚橋ももう25歳だからね。もうそろそろちょっと、花開いてもらわないとね。で、先発陣も安定な、大関がすぐ上がってくんだよね、こいつ。なんでこいつそんな上がってくんの？ちょ、上げれなかった。ちょ、別班上げるか。大関がなんかすぐ上がってくんだよね。どこだ？思考設定かな？ここかな？投手、成績の悪い選手は何もしない。スランプだけ2軍に起こすか。ノリノリで積極的に使う。軍ロック優先。ベストオーダーの成績悪い選手は何もしない。控えに落とすか、とりあえず。控えの成績悪いのは2軍に落とす。まあ、OKOK。うん、うん、うん。まあ、そう。まあ、こんな感じだね。ちょっと1回2軍に幽閉しようかな。大関を1回2軍に幽閉しよう。まあ、すぐ上がってくんだよね。上がってきて負けるっていう。防御率6点台だからね。オールスターは誰か選ばれてるかな。棚橋とか選ばれてるんじゃない、ワンチャン。ワンチャンあるかもしれない。オールスターファン投票。先発陣は誰もいません。藤浪と大谷がいる。すごい。ああ、中継ぎ抑えもいない。お、キャッチャー来た、中原。4番だからね、今。うちの4番だから、中原。あ、本村もいる。セカンドで、1番セカンド固定されてるからね。この2人か。オールスター2人。初めてのオールスターかな？今まで出たことあったのかな？見てなかったから分かんなかったけど。よし。まあもう最下位は多分確定なんで、じゃあもうシーズン終了まで飛ばしてみる、飛ばしてみるかも。飛ばしちゃうかも。どうしよう。飛ばすか。よし、飛ばします。はい。はい、シーズン終了まで飛ばしました。シーズン最下位。またまた最下位ですね。でも、やっぱり勝ってるよね。前よりは全然。だいぶ成長してる気がする。順位の方が、30勝してますね。103敗。これ、来年100敗回避できるんじゃない ?130 勝103敗って、なんだ、初期の楽天ぐらいの、初期の楽天ぐらいかな。初期の楽天もうちょい弱かったか。まあ、そう考えるとあと10年で優勝できるね。楽天と同じと考えるとあと10年で優勝できる。でもうちと楽天の違いはね、楽天は FA も外人も取れるけど、うちは FA も外人も取れないんだよね。高卒育てるしかないから。育成しかできないから。よし、ゴー。あ、成績見ようか、まず。うちの選手の成績を見ていきましょい。投手ランキング。お、規定が2人。高波 4.11、3勝11敗。東北の精密機械。まだ22歳だからね。まだ大学4年生だから。大学4年生でこの選手が入ってきたと思ったらいいよ。宮尾。こいつも4年目か。いいね。3.86、3勝12敗。大曽根もいいね。梶本もいいね。名倉もいいね。クリキもいいね。ショーズもいいね。うわ、柳井すごい。なぜこんなに負けている。まあ、4点台やったら9大点でしょ。いいね、棚橋はやっぱり。棚橋ね、今、一発消そうとしてるんで、一発消したらもうちょい伸びるんじゃない？大関さんはすぐ上がってきたけど、めっちゃ負けてんな。あ、リッカスも負けてんな。立花リッカスも。コーチの素質がありそう。
勝ち柱は棚橋5勝。一番負けてるのは名倉が15敗か。1勝15敗か。お、中原打率3割切ったか。2割8分4厘、0本35打点。成長タイプはパワー型。本当に嘘でしょ。OPS 低っ。長打率やば。長打率やば。え？ほぼ単打でしょ、これ。2塁打4本。アヘ単すぎるでしょ。これが本当のアヘ単だね。盗塁もないし。足も遅いからね。そして三振が多いっていう。OPS は誰が一番高いの？蓮見か。まあ、長打率高いしね、蓮見は。で、ツッツミが、早熟なんだよね。もう足下がってる。これはあれか、怪我した時に足下がったのか。早熟かー。でも、蓮見も早熟かー。きついなー。野手だ、野手。やっぱ野手を補強しよう、野手を。野手が足りない、うちは。でも、今年ら、ちょっとある程度打ててるよ。最低打率で2割6分とかだから。ちょっと安定してみんな打ってくれたよ。よかった、よかった。2割台、2割、1割台の選手を使わなくてよかった、スタメンで。近沢は盗塁確率に刺してんな。1試合しか出てないのかな、キャッチャーで。よし、レッカー表彰式行こうか。新人王、あ、そうだ、新人王取れてるんじゃない、うちの抑えの誰だっけ。なし。あ、そう、玉山新人から抑えて防御率2点台か3点台か安定してたからね。野間が盗塁を取ってる。うわ、すごいな、カープ。新人王来た。9年目、投手で最優秀新人王。玉山の成績見るか。期待のルーキー玉山さんの玉山 3.19、 2勝5敗、8ホールド、19セーブ。いいね、これは新人王だわ。玉山と、あの2人はどうだったんだろう。帰ってきた、留学から帰ってきた2人、どっちもベンチにいるな、いつの間にか。藤田って2割1分8厘、うん、微妙だね。と、谷村1割9分、うん、微妙だね。もうちょっと頑張ってもらおう。よし、契約更改行こうか。金はあるかな。多分金がない気がする。まあ、コーチとスカウトもまだこのスカウトにするか。金ないからね。あー、マイナスだ。よし、じゃあちょっと、じゃあ資金繰りをします。よし、金はなんとか作った。やっぱ金がないな。金がないとドラフトが取れない。そして、坂野さんを戦力外通告いたしました。まあ、ピッチャーはもう育てるしかないから野手を取ろう。もうドラフトを今取るよりある程度育てるっていうのに重きを置いた方がいい気がする。そんな気がする。そしてドラフトを行ってみましょうか。はい、どうぞ。野手だね。投手はもう育てよう。ああ、いいな投手。野手取ろうっつっても投手いいのいたらすぐ投手取っちゃうんだよね。うわー、150キロ。ああ、よし、野手を取る。俺は野手を取るんだ。お、いいね、キャッチャー。有山、いいね。コンバートさせるか？お、足が速い。足速いな、こいつも。あ、こいつ、あ、杉江いいな。なんかズバ抜けたやついないから、オールいい。なんかめっちゃすごい。ああ、いた。こいつすごいよね、結構。ああ、こいつか。熱田。熱盛。厚田か谷本。岡上の方がいいかな、谷本だったら。そうだな、そう、やっぱり厚田だ。もう野手を取る、野手を。俺は野手を取るんだ、野手を。もう野手を見てこう、野手中心に見てこう。岡上ありじゃないか。岡上取るか、相原か、杉江。ショートで肩が強い。パワー D、ミート F。ミート F がちょっと気になるな。それやったら吉崎を取った方がいいのかな。どうしようかな。金は ?3000 万。こいつ3000、こいつ3500か。こいつ6000か。ちょっと高いな。こいつ3000。
悩むな。6000万か。そうやったらこれ2人取れるんだよね、こいつら。そう考えるとこの2人取った方がいいんじゃないか。どっちかこれ1人、この中から1人選ぶより2人取ってどっちかを覚醒する確率にかけた方がいいかもしれない。ただ谷本はどうだ。うーん、オール D の可能性もあるけど、オール F の可能性もあるな。岡上は、ああ、まあ岡上わかんないな。そうなると谷本にかけてみよう。谷本ともう一人、足の速い相原。よし、この二人取ろう。甲子園優勝だからね。あとピッチャー誰か取ろう、一人。いいのがいたら取ろう。おお、143、遅いな、球。球速がね、ある程度ないとやっていけないからね。151。コントロール F か。確定か。しかも気になる。それはちょっと怖いな。こいついいんだけど、球速がな、ちょっと遅いんだよね。143確定はね、145は欲しいね。こんだけにしとくか。こんだけにしてこう。よし。あった。谷本、相原、全員野手。今回はドラフト全員野手しか取ってない。よし、帰国選手交渉しようか。西川、まあ、交渉しようかっても交渉してないけどね。海を渡ったスピードスター。おお、すごい、みんな手を挙げてる。金少な、うちの金少な。あ、誰だ、ポスティング。あ、鈴木誠也か。鈴木誠也骨折したよね。あれ大丈夫なのかな、本当に。怪我治っても今までのプレーできるのかな。鈴木誠也体だいぶ大きくなってるからね。足首骨折したらもう守備とかで思うようなプレーできなくなるんだね、守備走塁で。せっかくスケールのでかい選手になると思ったんだけど、どうなんだろうね。怪我の影響がなかったらいいんだけど。大谷20勝してる。もっぎもぎもぎ英語の王、すごいな。3割3分9厘17本106打点。いいショートだな。森原、黒木森のサンドイッチ、昔遊戯王の禁止カードであった。エゴシとかも FA するんだ。2割9分打つんだ、エゴシ。すごいな。武田翔太、違う、武田健吾。大谷31歳。あ、機材が壊れてる。機材買わないと。宇宙選手も誰か FA してくれないかな。金が欲しいんだけど。誰か FA しない。もうそろそろ FA できるよね、みんな。じゃ、FA 権持ってる選手いるか探そう。選手情報、選手一覧。FA 権は、プロ8年やってた FA ないの？チーム愛ゼロだよ、これ。チーム愛ゼロなんだけど。絶対 FA するじゃん、中原さん。19役。メヒアいるじゃん。まあ、まあさん、これ。まあさんや。まあさん。まあさん、なんで19役になってんの ?7500 万。海底。海底、まあさん。まあさん、19役なるんだ。めっちゃいいじゃん。うわぁ、日本ハムか。野村って野村介かな。石川ってあの石川かな。ロッテ石川かな。それかバンクの石川かな。よし、海外リーグは今年は行けせれるぞ。どこに行こうかな。チャイナか。チャイナだったらもうなしでいいかな。チャイナに行っちゃいな。よし、春キャンプやろうか。その前に機材を買わないとね。何かを、まあ、安定は変化球ミーとコントロールあたり買いたいな。でも金ないから、買うか。買おう。オッケーオッケーオッケー。よし、練習指示しようか。よし、じゃあ去年はここ見せたんで、じゃあ今年はちょっとカットします、練習指示は。よし、練習指示終わってキャンプ終わりました。で、まあ倉本と中島をファーストにコンバートさせたのぐらいかな。それぐらいですね。じゃあオーダーを設定しようか。投手1軍、大関の解除してやろう。大関を解除してやろう。大曽根あげるでしょう。
名倉を下げの大曽根上げの国木中継ぎやってもらおうか。まあそうか、いや抑えは玉山さんだよ、未来の岩瀬だから、岩瀬になってもらうからね。まあ中継ぎもこんな感じでいいでしょう。そうだ、練習指示だけ変えとかないと。変化球を覚えさせた人は覚えなかったか、勝部は。勝部は変化球覚えなかったんでスタミナ上げてもらうか。立原リッカスはどうしようかな、球速上げる、コントロール上げるか。ババさんは、ババさん覚えた、いいねババ。じゃあシュート、シュート強化しよう。いや尻上がり覚えてるからスタミナ上げた方がいいのかな、先発して育てたいね。で野手は、まず1軍を誰にするか。相原結構使えそうだね、足が速いから。誰を抜くかだね。包み抜いて相原入れて、厚田が結構いいんだよね。藤立がない、どうしようかな、微妙なんだよね、何に使うにも微妙だからね。まあ川北抜くか、まあ、うちキャッチャー2人でいこう、近沢と 中原のキャッチャー2人体制でいこう。調子次第スタミナ限界、スターゲット超勝利投手、敗戦処理敗戦処理、リード時リード時敗戦処理敗戦処理、ビハンディでもビハンディでも、セーブ狙い。ベストオーダーは、1番本村、2番堤、3番蓮見、4番、まあ、これこいつは多分格変だと思うから、ちょっと下げよう打順を。こうだね、4番中地、4番井端でしょうか。まあ、ルーキーの、まあ、あとルーキーはどうしよう、次のパートで紹介するけど、まあ、ルーキーもそこそこね、いい能力だった、能力の人もいたんでね。とりあえずこのパートはじゃあどこまで行こうかな、オープン戦はとりあえずやるか。オープン戦は、お、勝った、オープン戦1勝。オープン戦でもファン増えたりするんだね。お、蓮見のパワーが 81S まで行ってほしいな、早熟の間に、今の伸びるうちにね。勝った勝った、2連勝、勝てるんだ。開幕戦まで行こうか今日は。おお3連勝、まさかのオープン戦3連勝、これは今年いけるんじゃないか、今年の期待が持てました。いいね、伸びるね、やっぱみんな伸び盛りだからね、うちの選手は。よし、じゃあ開幕戦を出番プレイで見ようかな。誰見る、うわ蓮見さん調子悪いな、ジョー行こうか。ジョーを2番に置いて3番進みよっか。これで、チャンスだけ見よう。よし開幕戦勝って、ペナントレース セントラルリーグ開幕、ユニフォームがダサい、相変わらずうちのユニフォームはダサいな。あ、柳開幕投手やるんだ、ビシエドだ。切り込み隊長本村、お、高波だな、バントだろ、打つのかお前、まさか、打つのか、打ちに行ってるな高波、ワンアウトだから送った方がいいと思うけどねえ、それかお前は確実に右方向に打てるバッティングはあんのか、そしてヒットを打つ、ヒットじゃない、カクラカいるじゃん、ソフトバンクじゃない中日、お、本村さん、なぜ1回強振するの、初球強振にする意味がようわからんわ、あ、強振した、初球強振してボールで見逃して強振しないっていうのがようわからんわ、広いなファールグラウンド、あーボール球振ったらダメだよ、おお抑えてる高波が、お、これはチャンス、これは点取ろう、近沢行こう、いつまで期待の逸材って言われてるんだ、落ちる
落ちない犠牲フライは無理だ。かまった肩がいいね。あ、周平だ。池中原、あーノーパワーパワーがなさすぎる。外野まで飛ばない申し訳そうな顔してんな中原も。あーあ、日吉、あれ代打か、代打送られてるじゃん。あ、藤田が出てる。代打で三振か。ここで1点とは取りたいね、最低でも。日吉行こう。あー、ボール球振っちゃダメ、ボール球振っちゃダメって言ってるでしょ。目、オッケーオッケー、ファールファール、いいよファールは、ファールは何個打ってもいいから、ただだから。あー、ボール球です。鈴木大地もいるの。お、ちゃん、お、これはいけるんじゃないか。強打すごいなこいつ。なんだこいつ、秀則みたいなやついるじゃん。うわ、守備うま、周平が担ってるね。これは担ってるわ周平。これ第一だよね、鈴木第一だ。すげえ、俊太もいるし。なんだこいつら、なんだこういう、なんだこの外野陣は。近沢行こう、ゲッツーはダメだよ。丸山って抑えかな。159キロ。これ実際再生したよね。すごいな。なんかみんなすごいな。155、166、153、160。星ってヤクルトだっけ？すごいな。ダイソー誰かいない？総力 C がいる。変えなくていいか。D と C じゃそんなに変わらないしね。ランナー二塁に行ったらダイソー送ろう。一塁の場合はまだいいや。156、早いな、打てないから。打った、三塁までいける。 OK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 、 同点いける、同点。いけ中原、前進守備だぞ前進守備。うちの得意な内野の頭を超えるポテンヒット打つんだ。お、スクイズ警戒してきた。うちの中原さんはバントなんてしないからね。バントできないもんだって。バントやってるとこ見たことないし中原が。おお、中原強振、強気だな。見逃すなよ。ああ、ボール球です。見逃すなよって言ったけど今のは俺が悪かったな、ごめん。あーあーあーあ、ボール球絶対振るじゃん、ボール球絶対振るマン。あ、ここで蓮見、スタメンを外された蓮見がここで打つのか。ファールです。スタメンを外された怒りをね、監督にぶつけよう。なんで俺はスタメン外されるんだ、俺は3番バッターだぞっていう。はい、だからスタメン外されたんです。君、スタメンを外された理由が分かりましたか。はい、負けたー、惜しかったな、あと1点だったな、惜しかったねー。高波さん負けてしまった。よし、今日はここで終わるか。見てくれた皆さんありがとうございました。さよならー。